10月の23日火曜日ですね、中村文明さん講演会ということで、学習センターの、ステージ裏の方で、今準備の方をしております。3月31日にエリーズもやりますけどもね、予行ではないですけども楽しんで聴きたいと思います。掛川の明日を開く人づくり、すごい広い。リハーサルです。中村文明さんのですね、出版されている本がですね、つらに DVD もあります。そしてCD もねあるんです。すごい、このハッピーリバースデーという曲、今日ですねカバー演奏の方をやらせていただきます。すごいね、すごいいい曲です。胸にずしんとねきました。学習センターね広いんですよ。すごいです。昔から本当に幼稚園の頃からね全然変わってないこの独特のね学習センターの匂いっていうのがねあるんですよね。いや楽しみだな。こんな機会をね与えてくださって本当にありがとうございます。精一杯ですねオープニングアクトのお務めさせていただきます。よろしくお願いします。レイニーズのね物販コーナーでございます。レイニーズの CD もね販売のさせていただいてますよ。12月の5日、江崎ホールというね静岡の青葉通り沿いのねホールで柳家サンズさんというね落語家の方と一緒にねやりますチャリティーコンサートになっております。そして、塩ねなみなみコンサート、もうねちょうど1ヶ月後ぐらいね迫ってきましたね。その他にもですね、ライブの方はずらーっとねあります。ソングマラソンのねチラシの方もできてきております。まもなく会場になります。舞台裏の広い通路です。いいね、これシャワー室もある。もうねオープンしました。リバースで中村文明さんの歌われている曲、歌いたいと思います。それでは聴いてください。ハッピーリバースで